歌うことは難しいことじゃない。ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出や、あなたとの毎日。こんにちは、ダイレクトナインスタジオの広島です。今回は斉藤和義さん、歌うたいのバラ、こちらの A メロのコード進行を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それでは最初の部分からやっていきます。最初はイントロの部分と一緒です。 D、 そして D 分の E ディミニッシュ、これを一小節続けたら D でという流れを入れていきます。 D コードで1弦の中指、これを離した状態で、まず右手は4321、そして次は1弦の2フレット足して1弦、そして3弦、そして2弦、そして3弦という流れになります。8分のタイミングで 1&2&3&4& と入ります。そして次はB7 数、このコードは5弦から1弦までの2フレット、人差し指、正反、そして薬指で4弦の4フレット、そして小指で2弦の4フレット、このように押さえてください。そして右手は親指を5弦、そして人差し指、中指、薬指を4、3、2弦にセットしておいてください。この状態でまず5弦、そして4弦、そして3弦2弦一緒、そしてまた4弦、8分のタイミングで 1&2& と入ります。そして次は D シャープのディミニッシュ、これの押さえ方ですが、まず中指で5弦の6フレット、そして薬指で4弦の7フレット、そして人差し指で3弦の5フレット、そして小指で2弦の7フレット、このように押さえてください。そして、右手は同じように5弦、そして4弦、そして3弦2弦一緒、そしてまた4弦と鳴らします。そして、最初のところですが、ここの5弦の6フレットへ来る前にグリス下からちょっとすという風にやってあげてください。そうすると綺麗に入ります。 B7 からやるとこのようになります。 1&2&3&4 という流れになります。そして次のコードは Em7th、 そして D 分の Em7th、 これの押さえ方ですけれども、まず5弦の7フレット、これを中指、そして人差し指を4弦の5フレット、そして薬指を3弦7フレット、そして小指で2弦の8フレット、このようにセットしてください。そして右手は先ほどと一緒、5弦、4弦、そして3弦2弦一緒、そしてまた4弦、8分のタイミングです。 1&2&、 そしてこの形のまま D 分の Em7th に行きますので、中指を外して人差し指で5弦、そして4弦、これの5フレットを押さえてください。この形が D 分の Em7th になります。この形で右手は先ほどと一緒、5弦、4弦、そして3弦2弦一緒、そしてまた4弦、 Em7th からやるとこのようになります。 1&2&3&4&、 まずこの4小節間の流れを一度ゆっくりとやってみたいと思います。
という流れになります。それでは次の5小節目からの流れをいきます。まず最初は C シャープマイナー7のフラット5ということです。これの押さえ方ですけれども、5弦の4フレット、これを人差し指、そして薬指で4弦の5フレット、そして中指で3弦4フレット、そして小指で2弦の5フレット、このように押さえてください。そして右手は同じく5弦、そして4弦、そして3弦2弦一緒、1&2。そして円のタイミングでは離して6弦の開放を一度入れます。 1&2&。 でここはですね、6弦の開放をしっかり鳴らすというよりはゴーストノートに軽く鳴らすというイメージを持ってください。次のコードへの、つなぎと思ってくれるといいと思います。そして F シャープ7のところではフラットフィフスからフィフスに落ちるという、ちょっと内声を動かすパターンを使っています。まず押さえ方です。人差し指で6弦の2フレットを押さえてください。そして次、薬指で3弦の3フレット、そして小指で2弦の3フレット、そして中指では2弦の2フレット。これも待機しておいてください。そして右手ですが、6弦を親指、そして人差し指を3弦、中指を2弦、このようにセットしてください。そして最初は6弦、そして3弦2弦一緒、3、そして円のタイミングで6弦、そして今度はまた3弦と2弦を鳴らすんですが、今度は小指を離す、そしてまた6弦という流れになります。これが3&4&という流れになります。もう一度いきます。そして次は Bm のコードになります。 Bm は5弦から1弦までの2フレット、人差し指正反、そして薬指で4弦の4フレット、そして小指で3弦4フレット、そして中指では2弦の3フレット、このように押さえてください。右手は親指を5弦、そして人差し指、中指、薬指、これを4弦、3弦、2弦にセットしてください。この状態で5、4、3、2、1緒、そしてまた4となれます。 1&2&と鳴らしたら、次は G シャープマイナーセブンスのフラット5、これの押さえ方ですが、中指で6弦の4フレット、そして薬指で4弦の4、そして小指では3弦の4フレット、そして人差し指で2弦の3フレット、このように押さえてください。右手は親指を6弦、そして人差し指、中指、薬指、これを4、3、2弦にセットしてください。この状態で6、そして4、3、2、1緒、また4、3&4&というふうに鳴らします。そして次は G コードです。ここでの G コードは通常の G コードで押さえます。G コードは6弦3フレット、薬指、そして中指を5弦2フレット、そして小指では1弦の3フレット。このように押さえてもらって、今度は親指を6弦と4弦、両方担当します。そして人差し指、中指、薬指を3弦、2弦、1弦にセットしてください。この状態で、6、4、これ親指。そして次は、3、2、そして1、3、そして2。これを1&2&3&4というタイミングでやります。もう一度いきます。1&2&3&4。そして次は G マイナー。これは人差し指で6弦から1弦までの3フレットを制覇、そして薬指では5弦の5フレット、そして小指では4弦の5フレット、
このように押さえた状態で、また右手は6弦と4弦を親指担当、そして人差し指、中指、薬指を3、2、1にセットしています。この状態で6、4、これを親指でやって、次は3、2、1、そしてまた今度は4弦親指、そして3弦、そしてまた4弦、これを8分のタイミングで1 and 2 and 3 and 4 and というふうに入れます。これで8小節間のギターの伴奏のパターンができました。それではゆっくりまずこの8小節間をやってみたいと思います。という流れになります。少しテンポを上げてやってみます。3、4。この流れが2回続くんですけれども、最後の7小節目からのところで G コードから G、次は A コードに行き、そして最後の D というふうに最後の2小節間が変わります。ここだけをちょっとやってみたいと思います。まず G コードのところ、これは普通です。G コードを押さえた状態で、今度は親指を6弦、そして人差し指、中指、薬指、これを4、3、2にセットしてください。そして6、4、3、2と弾きます。そして次 A コード、 A コードは5弦開放、そして人差し指で4、3、2弦を制覇、もしくはこれができない方は人差し指、中指、薬指、これで押さえてもどちらでも大丈夫です。この状態で親指を5弦、そして人差し指、中指、薬指、これを4、3、2、このようにセットして、次は5、4、そして2、3、 G からやるとこのようになります。と入って最後の D コードのところでという流れを入れていきます。この流れはまず D コードの1弦、中指を離した状態でまず、右手は親指を4弦、そして3、2、1を人中薬にセットした状態で4、3、2、1、これは8分のタイミング、そして次は1弦の開放を鳴らして、そして1弦2フレットハンマリング、そしてまた1弦を鳴らす、そして次は2弦、3弦というふうに鳴らしていきます。1 and 2 and 3 and 4 and というタイミングになります。これで2回目の流れができました。2回目の8小節間の流れをやってみたいと思います。3、4。という流れになります。これで次の B メロで行く流れになります。それでは最後に16小節、8×2 の流れを、ギターだけでやってみたいと思います。3、4。
というふうに、ここから B メロの流れに行く形になります。A メロのコード進行はですね、基本的にこの8小節間さえ覚えれば最後が変わるぐらいなので、比較的優しいと思います。ぜひ気持ちを込めて歌えるようにギターを練習してみてください。それでは失礼します。